クロネス AG は、ドイツの包装およびボトル詰め機械のメーカーである。プラスチックおよびガラス製のボトルや飲料管への飲料充填においては、世界有数の製造ラインメーカーである。同社は、ポリエチレンテレフタレートボトルを製造する、ストレッチブロー製形機を製造し、加えて、ボトルフィラー、ラベル張り機、ボトル洗浄機、液体殺菌装置、検査機、パッキング機および、 パレタイザーを製造している。飲料製造に関連するマテリアルフローシステム及びプロセス技術、加えて醸造所、乳製品及び製量飲料製造業界クライアント向けのシロップ工場技術の提供により、同社の製品群はその完璧さを発揮している。同社は PET ボトルの製造工程に特に注目し、PET 経済に貢献している。 現時点で存在する一番軽量の上流水用 PET ボトルは 6.6g であり、クロネスはパッケージ販売のカテゴリーで2008年ドイツ放送賞を受賞した。持続可能性プログラムエンバイロは機械やシステムを設計するためのグループの独自企画である。これによりユーザーは認定された消費データの技術的コントロールボードを取得することができる。 クロネスの企業進化は第二次世界大戦後ドイツで流行していた起き上がれ、そして楽観的に進もうの精神に密接につながっている。今日の理事会会長の父親であったヘルマン・クローンズダー氏が1951年に同社を設立し、彼自身の設計による半自動ラベル馬り機の製造を開始した。以降、継続的な成功を遂げている。 1960年代から同社の製造範囲はパッキングと充填システムまで拡張された。1980年に同社はクロネス AG として株式会社になった。そして他の企業を徐々に買収し、現在の飲料業界向けマシンをすべて取り揃えるまでに至る礎になっている。グループ本部はドイツのレーゲンスブルクの近くのニュートロ・ーベリングにある。ドイツでは 合計9,098人が雇用されている。新しい機械やシステムは全てドイツの生産設備で製造されている。国際的市場に焦点を当てた同社は、総売上高の80%以上を海外販売に依存しており、世界中に40の子会社が存在する。蒸気子会社は、飲料重点分野において、さらにマーケットシェアを占めている。 同社は2010年には新たに約400件の特許を出願し、利益の約5%を研究及び開発へ投資している。2011年、提出した特許と実用新案の数は2200に、増えた同社の最優先は、ストレッチブロー成ケーキに置かれている。同マシンは1時間に12800から8万本、3リットル台までのペットボトルの製造が可能である。一方、 PET リサイクルシステムは進歩的な温度制御と汚染除去機能を搭載した PET フレーク洗浄工程が基本になっている。ロータリーのコンセプトを有するリンス、重点及びキャッピングラインが注目されている。高速作業に適しているのは唯一ロータリーラインであるため同企業はインライン構造とは違う際立った特徴を有している。 それには飲料向け高 pH チム菌充填システムが含まれる。容器の消毒及び風刺にはペスあるいは H202 が使用されている。また、同社の製品群には、ボトル洗浄機、ボトル及び結束の検査及び制御システム、コールド及びホット接着剤用ラベル馬力、または自己粘着ラベリングといった、さらなる飲料製造過程のマシンが全種、取り揃えられている。 さらに、一方向、または、往復式放送結束機、ソーティング及びグループ化ステーション及びパレチゼーションシステムが、同社の活動範囲を保管している。醸造所は、供給設備を伴い、かつ発行及び貯蔵セラー機器を取り揃えた、醸造所を完備している。さらに同社は、ノンアルコール飲料製造工場向けに、シロップ製造エリア及びミキシング及び単化用機器を、 提供している。飲料保存システムとしては、都のような熱処理システム及び、瞬間熱処理システム、または殺菌システムがある。物流システムは、完成品の流通だけではなく製造ラインへの、原材料、生産資材及び、副資材供給を管理している。物流システムでは、ブロック保管や自動倉庫システムのいずれかが、適用されている。さらに、危機器保証運転実施により、 複合製品パレットの製造が可能になった。積み上げ、積み下ろし手順におけるフォークリフト指導や校内管理システムにより企業計画が改善されている。ドイツパッケージアワード監査役会会長、エルン・ストバウマン。ありがとうございます。